10月9日、卓球のアジア選手権女子団体決勝で中国を破る金星を挙げた日本代表。その原動力となったのは張本美和だった。団体決勝では世界ランキング4位の王ゲイミチ、同1位の孫ゴエーシャーに勝利。シングルス2試合に起用された期待に応えてみせた。L 団体戦だけでなく、 長本にとってアジア選手権は大きな成果を上げる大会となった。シングルスでは決勝でキムクムヨン、北朝鮮に敗れアジア選手権史上最年少優勝はならなかったものの銀メダル。何よりも準々決勝で世界ランキング6位の鎮光道に勝利、団体と合わせて中国の3選手から勝ち星を挙げたことが光る。 また木原美優と組んだ女子ダブルスでも、大藤さつき、横井桜に敗れたが銀メダル。3種目全てで決勝に進み、金1、銀2と3つのメダルを手にした。2年前の世界ランキングは624位。現在は高校1年生の16歳。その急速な成長はもう広く知られていると言っていいだろう。 ランキングを紐解いてもそれが伺える。2022年3月、624位で世界ランキングに名前を刻むと、同年5月には初めて100位以内となる71位につける。8月には WTT コンテンダーチュニスで日本勢最高の2位となり、ランキングは42位へとランクアップした。同年は最終的に44位で締めくくったが、 ジュニアの国際大会で優勝を重ね、世界ユース選手権ではシングルス、女子ダブルス、混合ダブルス、女子団体の4種目全てでメダルを獲得、ジュニア世代で突き抜けた成績を残したことも特筆される。翌年いきなり19位、日本選手の中でも急上昇した序列。成長の速度は緩まない。 2023年に入ると、2月から3月にかけて行われた WTT スターコンテンダーゴアで石川佳純1000点1、中国、など競合を倒して勝ち上がる。準決勝で大芸道に敗れたものの、2対3と競り合ってみせた。 4月の WTT フィーダーアンタルヤでシニア国際大会のシングルス初優勝を飾ると、6月の WTT コンテンダーチュニスでも優勝。同月の世界ランキングでは初の20位以内となる19位になり、日本勢でも伊藤美馬、早田ひな、木原に次ぐ4番手となった。9月のアジア大会では団体戦に4試合出場。 銀メダル獲得に貢献すると木原との女子ダブルスでは準々決勝で2019、2021年世界選手権を連覇しているソン・エーサ・オーバンイクから勝利を挙げて銅メダルを獲得。年末の WTT 女子ファイナルズでは、孫栄シャート2対3のフルゲームを演じたことも脚光を浴びた。